ニュースポストセブンです。眞子さまと小室圭さんの結婚問題、もし結婚が成立した場合どれくらいの税金がかかるのか注目が集まっています。特に批判を浴びているのが一時金。皇室ジャーナリストの神田秀和氏によると、眞子内親王殿下には約1億4000万円が支給される見込みですとのこと。セキュリティを考えると眞子さまのお住まいもオクションレベルの設備が必要となりますが、現在無職の小室さんがローンを組むのは難しいため、新居の費用は一時金に頼ることが予想されています。ニュースポストセブン。